どうも、ニューヨークです。お願いします。はい。はい、ということでですね、えー、本日は、あの、テラスハウスの方がですね、このコロナ期間中、ちょっと休みになってたんですけども。はい、あなたの大好きな。えー、あのー、復活しまして、4週間だけちょっと、あの、復活しまして。えー、らしいですね。え、今まではスタジオにね、あのー、トリンドルさんとか、ユウさんとか、ババゾノさんとか、 たたんんんででで、すすけども、あのー、山さ一人になって復活したんですよ。ははははいはいはい、はいで。コロナで <laughs> まあ、ああのー、あの家が多分解散する前要はストック4週分ぐらいストックあったんですけどもあのー、スタジオができないということでお休みになってた分を山里さん一人にすることによって出そうということで、えーうん、今日から今日火曜日ですねこれがアップされるのは水曜日なんですけども。はい 5月12日の火曜日から復活しまして、はい、4週、えー、テラスハウスが上がるということでですね、はい、まあ、あのー、今お<う>お、おうち時間じゃないですか、皆さん。はい。だから、まあ、これを機に、この動画見て、ちょっとテラスハウス、興味持ってもらえる人とかおったらええなと思いまして。なるほど。テラスハウスの話。何回か撮りましたもんね。はいはいはい。何ピーって。頑張ってね。 <laughs> あ、除付機つけてた助手付いやいや全然うるさくなかったよ。ああ<ー>、<laughs> うるさかった。ったでも本当にあれを俺だってテラスハウスの動画であの、知りましたとかって来るからね、DM とか。はあ、本当ですかあ。ニューヨークだから m 1見てファンになりましたとかちょいちょいおるやんか。はははいはいはい、はい、そうじゃなくてあの屋敷さんのテラスハウスの動画見てファンになりましたっつって。 <で>あらーすごいね、コロナ期間中に今までの,あのニューヨークさんの動画全部見ましたとか言うてね、ありがたいっすね、そうなんですよ、だからテラスハウス好きがまた引っかかるかもしれないし、逆に言うと、テラスハウス全然見たことない人が、この動画をきっかけに好きになっていただきたいなとなるほどうふうに思っており、ずっと見てますからね、はいはいはい。で結局、あなたも見てないじゃないですか、テラスハウス、<laughs> 一向に。結局、見てないね。うーんもう <laughs> <laughs> もう,もう、散々進めたけど、<laughs> 見てないっていうか、見たけどはまってないしね、島さんに関しては。ちょっと見てた時期もあったやん。そのまあ、木村花ちゃん、見たくて、うん、まあ、見てた時期あったけど、もう3、4週、4週くらいしか見てないかもな、ももしれってやっぱ。まあ、もう、それはしょうがない。うん、もうそうなってしまうと、お前はもう無理ってことや、テラスハウスはそうなると。うん、やっぱ、ザ・ジレンマは見たけどね。 <laughs> エロいからなやっぱやっぱザ・ジレンマがイテウォンクラスだとするとテラスハウスはやっぱ M みたいなちょっとっ全然ちゃうわ逆じゃんバカ <laughs> どこがテラサウス ?M やねんお前。<laughs> M っていうのはあれね、ああね今浜崎あゆみさんのドラマね皆さん。M だけじゃ分からないと思いますけども。ね、まあだからね、何回か僕はテラサウス論みたいなことは喋りましたけど、まあ、改めてちょっとだけその話させてもらいますと、まあ,あの、うん、僕がね、もう3、4年前に奥田さんと志麻さんに言ったんですけど、テラサウスは、まあ、プロレスと似ていると。<laughs> 結局。 うー要はテラスハウスあんま好きじゃない人ってもうあのえ雰囲気見た瞬間も受け付けへん人はもうダメっていう人多いじゃないですかあのおしゃれなさ男と女がさ <laughs> ルームシェアして <laughs> で <laughs> ガチャってドア開けたらカメラここにおるってことはもう撮られてるの意識してない意識してるやろみたいなさ。 2人っきりでソファー座っていちゃついとるけどそれも全部カメラ意識しながらやっとんちゃうのみたいなのがもう違和感感じて入り込まれへんみたいな人結構おるやんか。うんね、でまあプロレスも言ったらそのバーンって投げてさロープにビヨーンってやってもう手伝ってるやんみたいなあるやんその普通の人から見たら。 うん、今のとまはまあまあね、いやもう協力してるやんみたいなさ、あるやんか。そういうことやねもうそれ見て、プロレスもう俺無理っていう人とテラスハウス無理っていう人は似ててで、面白がるがるけども、な,どなんかさ、そのテラスハウスって結局台本あるんでしょみたいな、うん、やらすやろみたいな、うん、あるやんか。 で、プロレスもさ、うんそ、それ言うとすっごい機嫌悪なるやん、プロレス好きなやつって。プロレスってさ、あれ、勝ち負け決まったんやろ、<laughs> やる前から、みたいな。言うと、もうなんか、変な顔になるやん。その、否定もせんし、うん、肯定もせんみたいな。もうその話やめてくれ、みたいな顔になるやんか。うん、それと一緒やねん、テラスハウスも。だそういうなんかでもなるほどね。 本当におもろい部分ってこのなんだ今回プロレス好きを取り込もうとしてるんですか <laughs> プロレスだけで例えてますけど <laughs> いやあのー、だからあなたたちっと違うがいいで <laughs> 一番わかりやすいんですよこれが若い女の子は今の例えずっと聞いても何もピンときてませんけど <laughs> <私>若い女の子は大丈夫もう好きやからテラスハウスがあそっかうんでなんかその全てを超越した部分みたいなんがあるやんかプロレスも多分俺あんま知らんけど うんうん、これはどういうことうみたいな。それがテラスハウスでも多々あるんですよ。これはもう誰も得してないぞみたいな、うんうん。こんなことカメラの前で言うことによっても全員損してるけど大丈夫みたいな瞬間が多々あるっていうのをまあちょっとあの分かってほしいなと。テラスハウス見たことない人はねいまあ。それが面白いってことでしょだから そう,うそ,うそうそう。だからまあ、おしゃれな男女のイチャイチャを見て楽しんでるだけじゃないですよっていうのが大前提としてあるっていうのが分かる、ね。なるほど。は,、ねはいはい、それだけじゃないんだぞと。そう,そうそうそう。で、山里さんも本当、ボロカス言うたりして、本当に立ち直られへんぐらい傷ついて、うん、本当に山里さんのこと憎んでる人とかも多分おんねん。寺田さん、出演者の中で。は,<ー>あ,は、まあ。すごいな、そこの肩も傷てままで、まあ、復活してさ。で、まあ、今週の話をちょっとしたいんやけどさ、 まあちょっと前の動画でさ、うん、あの島さんの知ってる木村花ちゃんっていう子がさ、あのー、スタンドアップコメディやってる海君にめちゃくちゃキレてさ、はい、ふざけたもんがってさ、まあすごいニュースになってましたよね、ネットニュースとかにもねそれはさすがに俺も見たもん、そこそこ。そう。で、海、まあ、君はその後もう出て行って、テラスハウスを卒業してね。そう。で、その後レオ君っていう、あのね、テラスハウスに代々脈々と受け継がれてる湘南のサーファー一族っていうのがあるんやけど、そのサーファー一族の一味の。 人が入ってきて、今3対3の6人でやっとる状況になる。はいはいはい。それはね、前も動画でね、うん、そうちょっと教えてくれたやつね。今、おんの子が、女の子が花ちゃんってこう女子プロレスラー花ちゃんってこうと、えー、ビビっていうあのー、外国人の女の子めちゃくちゃかわいい。はいはいはい。と、グラビアイドルのユメさんっていう子の3人やね。はいはいはい。はい。で、はい、男がそのサーファー一族のレオ君ってこと、 えー、大学生でもうすぐ俳優になるなんかイケメンイケメンコンテストみたいなの出とるようなしおんくんっていうことうん、うん、あと社長金払う社長の 3, 3人33なのよ。うんこういう、ね、のよで、まあ、今までビビとか花ちゃんとか見せ場あって切れたり振られたりとかいろいろあってその夢っていうグラビアアイドルの子が今一躍主役になってきたんやけど。 ほほほうううそのすごいのよ、もうお前とかめちゃくちゃ好きなタイプ、おっぱい大きくて。ういや、きれいよね。竹、あ、見たことあるえ、ありますよ。あ、それもちっあるんや、ゆめちゃん。え、なんでテラサウス見てないのいや、テラサウス動画で見たじゃん。うんうんうん。あの可愛らしい子でしょそうそうそう。そうそうそう。あ、そうか、そうか、あの子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 。うん めちゃくちゃゃくおっぱい大きくてグラビアアイドルででお酒めちゃくちゃ飲むはいはいはいいいですねで、すごくエロい雰囲気が、うん、だ嶋んはもうたまらんと思うのよその子はなるほどで、その子はもう去年のクリスマスに社長にあのリップをもらってねあの、うん、社長に唇にこうやって塗られて <laughs> で、そのままの流れで社長にキスされとんのよ あだからその社長がちょ,ちょいちょいキモいって言われてる行動の一発かそれは <laughs>、うん、だそれが去年のクリスマスねた確かクリスマスやわ、はいうん、その後京都旅行に22で行ったりははいはい,はい、はい、もで京都旅行ではチューしようとしたら拒まれたりとかはは <laughs> はいはいはい、はい、で山里さんがテラ寺アさスの中で言っとったビンゴ大会でもうリーチってだいぶ序盤で言えたのにそこから一切ビンゴできひんみたいな状況やつってなるほど社長は。 でも社長はもうおになのか果たしてそれは <laughs> でもチューしてるからなもうだいぶ序盤で <laughs> まあそっかチューできたのかそう<ー>ほんで今週、えー、北海道に2人で旅行に行くと泊まりで 2>, 2人であそんなのもあるんだテラスハウス2人で旅行とか行ったりするんだ<や>テラスハウスに行ったりほぼないほぼないあの2人でデートはあるけど 泊まりで北海道行くっていうのはもうほぼない。ああ<ー>。で、みんなから。で、夢ががの他の男に呼ばれるわけよ、レオ君とかに呼ばれて、あの、社長とさ、もう泊まりで北海道行くってことはもう正直、もう夢も好きなんでしょみたいな。まあね、あ、はあ。はあ、そしたらゃ夢は、うーん、みたいな。<laughs> <laughs> ああ、くせ者ね。た,たんまらないの みたいな正直そのあの悩んでてみたいなめちゃくちゃ100%好きっていう状態じゃないのにあの社長がぐいぐい来るから今そういう感じになっちゃってんだよねみたいな夢はもうテラスハウスの中でもう100回ぐらい私って推しに弱いんだよねって言うてんねんもう <laughs> ああなるほど。 だから押すんだ社長はひたすらそう全員に5回ずつぐらい本当に言ってんねん押し <laughs> に弱いって <laughs>、うん、で社長はもうグイグイ押すやんか、うん、でえでも今のところ社長が一番好きなんでしょとかってレオ君が言ったらうんでもまあ押しに弱いからなとか言うて <laughs> うなかなか一筋縄じゃないねでそこであの湘南のサーファー一族全員喋るの遅くて顔かっこいいわけじゃないけど死ぬほどモテるやつら 一人のレオ君が、うんえ、じゃあさ、俺が押したらどうすんのみたいな。おお<ー>。さあ、夢は、迷うとか言うてんねん。なんだその家。<laughs> なんでそのさん,さんすよそれが。<laughs> うーわーとか言うて、俺はそれで <laughs>。で、次の日に中目黒のもつもつ焼き屋みたいなとこ 鳥小,屋よ鳥小屋、よ鳥小屋中目黒の俺、森田さんと一回行ったことある鳥小屋っていう店に、うん、イケメン大学生と、うんえー、夢の2人で行くわけよ。ほうあ、その2人で行くんだ。で、そこでも夢は正直悩んでてみたいな、そこまで100%好きじゃないのに社長がぐいぐい来るから今こういう状況やしとかって。ああ、もう,もう決定してんのチケットは取っての、うん、もう行く行くな、決定。ああ。 これって思わせぶりかなぁみたいな。感覚の問題よね、で,でもね。そ,ねそ,うそ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 う、そうやねん、ほんとに。ああで、大学生いや、やばいでしょ、それは思わせぶりでしょ、みたいな。へぇ<あ>、えー、みたいな。ああじゃあ、そんな、あの、100%付き合うわけじゃないし、思わせぶりの態度取ってるから、そのこと、素直に言ったほうがいいかなみたいな。うん<あ>。え、それ結構傷つくよ ととかか言言ててててえで次のシーン行ったら社長と夢がソファーで手つなげたらもうこんなになってんねんか。いやいや、えと <laughs> どういうことどういうことりすぎで,しょ <laughs> で手をさこう手をこう <laughs> こういう感じでさすってんねん、社長が。<laughs> なあそのさすり方。本当にのイチャイチみたいな。 もうこうつなぐとかじゃなくてこの辺をこうやってさすってるみたいな。ああ<ー>。何この状況、なん,かなんか言ってたら何これとか言う,言うてんねん、夢も。でも拒まんみたいなさ。うん。うん、で、社長ももう、さあもうずっとさ、そのギリギリのとこで寸止め食らっとるからさ、なんかもう、社長って本当、金あって余裕みたいなスタンスやけど、ダサいみたいな感じやってんけどさ、うん、もうなんか、こういうことって誰にでもやんの <laughs> 言うてね社長も <laughs> ああもう我慢できなくなってうもう確認したいんだ <laughs> もう余裕とかもなくなってんねてもうあの高校の時の恋愛みたいな<ー>女にもう聞いてまうみたいな本当に思ってる、ね、ああ<ー> <laughs> 聞いちゃったとうとうやらないよーとかって、うん、テラスハウスの中の人には社長だけだよとか言うてああええじゃあ,あの男友達とかにもやってんのとか言うて 「やんないよ友達にはやんないよ」とか言うて夢がさ「おお<ー>じゃあ俺は友達ではないんだよな」とかって <laughs> 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 もう社長はもう人間 <laughs> ほんと恋愛もうほんとま駄な恋愛って基本さも、うん、でも夢はもうマジでそのスタンス崩さずさ、うん、おるみたいな、うん、で社長が「うん ちょっとハグだけしていいとか言ったらいいよとか言ってまたハグしてさ。<laughs> ほっぺたにキスしてさ。で、二人でもうあの、<laughs> も,さもう <laughs> その北海道予告で決めるって決めすぎてるからさ、もうショットとか飲みまくってんのようもう明らかに。ああ<ー>。<laughs> でまずいよも、デス状態なんけど、ちょっと酔っ払ら。 うまいに言っとくわとか言って。お<う>俺は好きやから付き合ってほしいみたいなこと言ってバタンって閉まってんけど。お<ー>結局さ、もうこん,こんなことはもうあるあるやんか。どっちかが夢中になっとるけど、はいはい、どっちかピンときてなくて、でももう全員にモテようとしてるシーンみたいなさ。なるほどね。うーん。だからでも、その、 一番、なんて言うやろうな、普通の意見っていうか、夢はちょっとビッチすぎるやろうみたいなことやと思うねん、<ー>誰にでもええ顔して、男ったらしい、みたいな。<ー>でもそんなもんやん、女の子なんて。そうよ。そしてそういう女の子。 いいしねそういう女の子の方が時こっちも。うんうん、<laughs> でもさ冷たくされるよりはいいよね。<laughs> でもさそういう女の子がさ例えばおったとしてさこっちはちょっとええなと思っとったらさどうやら俺だけじゃないって気付いてさその女の子は。ああでなんかその手繋いどる時こういうこと誰でもすんのみたいなさ男のダサさが出てまうとかさもう全部そ<あ>ういうよなみたいな。 なるほどねなんかあだか女の子はどう思ってんだろうと思って、逆に。夢のことをね。あうん、まあ、どうなんだろう、女の子はまあどうなんだろうな。うまあ、馬場園さんとかは、よう、ちょっとお尻が軽すぎるんじゃないかな、みたいな、この子は。まあ、そういう意見が多そうだよね、<laughs> 女の子は。そういう女の子、同性に、要はなんか好かれないタイプみたいな。 ある俗に言ううんそうや、ね、なんかそういうふうに見えがちだよね女の子からしたら多分うんなでもなんかね歴代同性に好かれないそういうタイプの女の子ちょいちょい照らさわせてくるんやけどまあその中ではだいぶなんかねマジマジもんやなこいつみたいなそう天然もんやなみたいななるほどね、うん、天然っていうかまあ,あこいつ本当にそんな何も考えてなくこういう自然とこういうスタンス取っとんかなみたいな雰囲気もあるな なるほどねね、うん、手つけられへんよどっちに転ぶか分かんない感じだもしかしたらもう社長の熱意に負けるかもしれないし,おしにおいからね何せまあそのまま社長が知られるかもしれないしってとこで終わったそうで地味にテラスアウト史上初かもしれないもうベロベロでさ社長とかもなんか北海道まで来てさもうえ「じゃあ経験人数は何人なの?」とか言うてんねん。<laughs> <laughs> <laughs> 簡単飲んでるからもう <laughs> もうそんな質問しちゃってんの <laughs> テラスハウスだそうで夢も、えー、20から30とか言って <laughs> で社長まあまあ妥当だねとか言って <laughs> マジの飲み会やんそれって男と女の <laughs> めっちゃいいじゃん <laughs> めっちゃいいやめっ,めっちゃ面白いじゃんそれはもうカメラ忘れてるやんいい、ね、絶対に社長に関して<ー> <laughs> とかねそういう部分もあるよってちちゃんも答えるのいいね普通にうん そ通に答えるのも、その、なかなかないんじゃないテラスハウス、わかんないけど。そうやね、経験人数ててか、まあ、聞かへんよねまず、その、最低限のマス聞かないよ。<laughs> テラスハウスはね、<laughs> ジレンマじゃないんだからね。<laughs> ジレンマ逆に機関郷だもうあそこまで行こう。もう、あそこまで行ったらな。うん全員が経験人数、もう覚えてないって言ったから、男性陣。なんジレンマジ,ジレンマ見たお前、最近さ、ジレンマ見たらさ、最新話って赤く光っとってさ、 うん。パッて見たらさあのジレンマのやつらがリモート同窓会とか言ってさリモートで集まってたでいいら俺もさすがにあいつらのリモート見てらんないってさすがにおさおさと思って俺もおさかったけど俺やってなきゃ見る気しないって彼らは一番ジレンマのリモートは興味ねえわと思って俺も見てねえけどさ あまあでも俺はやっぱりジレンマよりテラスハウスやな。やっぱ、わかるわかるの連続やから、その。まだその、だから、北海道の泊まりの初日の夜ってことう,、ね、うん、そうやね。そこ次めっちゃおもろそうじゃん。見よっかな。やなそこだけ見てもいいね。<れ>部屋は。え、そのなんかもうエッチしちゃったみたいなのあるのその今まで。そのもう、あこの二人エッチしました<る>ってわかる,のある,ある,ある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 。 はあれは。はその時どうやってやってんの家でエッチ。えー、もうほ限りなくおしゃれには見せるよ。その音楽とか流れて。<laughs> え、カメラとかどうしてんの,そのもうエッチしようってなっだたから。<ー>らだから、まあ要はキスするやんか。ですごいキスとかするのよ。せいなさんとかね。わかんないけど。うん、とかはもうほ <laughs>、うんと。本当 上に乗って、ほんと、おっぱぶみたいな感じの乗り方して、その、うわーってキスして、<laughs> キスして、でもそこはあの個室の店やから、もう出ようっつってタクシー捕まえて、家帰るところで終わるみたいな。とかはもう明らかにそ、その翌日はもう、その2人はもう結ばれたみたいなことになってる。うん、ことになってる。じゃあ、テラスハウスの中でエッチしてるってことあいや、それはホテルやったかな。 確かね、<ー>確かその時は一番近いホテルまでとか運転手さんに言うてたんちゃうかなちゃったかなああ、なるほどね。うん、すごいじゃん。そんな言い方ある <laughs> あれ、ちょっと僕の記憶が定かじゃないですけど、そんな言うてたような気もする。しかもその時軽井沢編やからね。ああ<ー>。うん。うん、とかはあるね。あとはその昔の人やと、その付き合ったとテラスハウスで付き合った人が別の女の、うん あお姉ちゃんと喋っとるときに、え、そういうことはしたのつっ,って、うん、もうしたよとかは言うてたりとかね。ああ、なるほどね。うんうんうん。第三者返して。そう,そう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 。とかは。ちょっとその瞬間だけ見たいな。来週見よっかな。うん。果たしてどうなったかはちょっと見物だね。その二人の。その旅行。そうやね。そうやね。もうそこでなきゃ無理だろう。旅行、うん、もう一旅行で、 うん。もう、あれされたらもう無理やな。無理無理無理。ほんで、その。結構育んでるんでしょ<の>もうだいぶアプローチしてるしな、社長は。してる。もうやれることは全部やった。で、そのゆめさんっていう子はさ、あの、ミッドナイト経理あるやん。うん。俺らがちょいちょい出てるやつ。うん。あれにちょいちょい出てんねん。マジかよ。<laughs> <laughs> よっ。 だから…仮で入ってますやん、ミッドナイト系。俺らもちょいちょい仮で入ってますやん、ミッドナイト系。俺はだから毎回お…お会いしたら、ゆめさんに押すお前、<laughs> 入居緊急入居 <laughs> いつかバチか押してみるよ <laughs> <laughs> 出演大なんか、無 <laughs> 外者で 押すやつみたいな部外者でそれは描かんよさすがに俺仕事場でちょっと押されたぐらいの描写は夢がそ <laughs> うかうんああそれで見よっかな俺じゃあ来週それそこはもうねその決定的だねじゃあ来週見てもええし俺がまた見たのしゃべってもいいしな <laughs> <laughs> もう夢ちゃんがまあ振っ,って社長卒業か まあでも、まあ、要はね。振られても卒業しなさそうだな、社長なんか。いやいや、振られても卒業するだよ、<laughs> 大体。ああ、そう、さすがに。でもね、振られて、振った方が卒業して、振られた方がずっとおるみたいなパターンもあるね、あの、てっちゃんみたいな。てっちゃんね、永遠にいたしょ、てっ<ー>そう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 。そのパターンもあるな。<laughs> なるほど。まあ、だからちょっと、えー、皆さん、これでちょっと興味持った人は見て、見てはいかがですか、ね、いや、確かに、ちょっと来週面白そう。 来週見よう結構俺の周りでもこの期間中にも60話ぐらい見ましたとか言う人もいるしね。なるほどね。あのエントニーももう最近見出したっつってたし。ああ、やつも。うん。そう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 。で、屋敷聞き、ちょっと聞きしゃべれたんだけどあの、部屋はもう一部屋なんだよね、撮ってる部屋、旅行で。えっとね、それが別荘みたいなあの、夢の会社の人の知り合いの別荘みたいなとこ、っつってました。なるほど。じゃあ、その家に帰っても。 いくつも部屋がある状態のとこなんだその辺まだわからんすねでも一軒家みたいな雰囲気のこと言ってましたねまあそれはじゃあベッドルームはいくつもあるだろうねうーん、まあ、夢の社長のじゃなくてそう夢のだから本当は社長が多分ベッドルーム1個しかない部屋を選ぼうとしとったのよ、うん、であの泊まるとこなんだけどさって社長が言った瞬間食い気味で夢があそうなんだそれなんだけどなんか私の知り合いがつって夢の提案先来て 社長が、ああ、いいじゃん、っつって。もうそれは乗っかるしかねえやん。そんな、ただでさ、飛まれるんやったら。ああ、そで、そそ夢も、ちょっと予防線は張っとんよね。そう考えると。でももう、推しに逆パターンもあるからね。そうは言ってたのにパターンもあるからね。そういう女子は。あるよ。大いにある。そういうふうに言ってたのに、あれうん。いけちゃうのみたいな。 逆にさ、そこまで好きかよわからんけど、押されて好きになるってどういうこと <laughs> 何その感覚。<laughs> 俺らは押されることなんてねえやん、まあ、まあ、俺らなんてさ、うん、生きてて押されることなんてねえやん、あんまり。だから、その <laughs>、押されて好きになるっていう感覚があんまわからへんやん。確かにね、女子特有のものなのかもね、はい、どっちかって言ったら。 そう、だから今、夢はその、北海道行の国内でもそうだったからな、イテウォンのな、確かにの店やわ。本当そうやわ。それ言うかそれ言うたらあかんでしょ、お前。めちゃめちゃのせました。めちゃめちゃカット。すいません、めんどくさいです。めちゃめちゃカット。これあ寝たばれない。もう残しますから、もうピー入れる何々もそうだったからな、つって。これ本当だめ、本当ダメ申し訳ない。ここカットだよ。 P <laughs> じゃあ入れれたらじゃ入れますんで P <laughs> 入れてまあねズバカットで大丈夫ですズバッまあそんな感じですということで、えー、来週もまた <laughs> テラスアス見たらしゃべりますんでどうしようじゃ俺見ないほうがいいの来週もやるのこれ来週もやるでしょ小倉さんこれやるあのこれネットフリックスてアーカイブ残るんだっけ残りますじゃあさんためといたほうがよくないそれ いや、もう俺の話聞いたら見る気しないでしょ、楽しますうん。まあ、まあじゃあ、どっち今週のやつは見てもいいと思うんだけど、来週は見ずにやっぱ屋敷の話聞こうか。うん、ああ、そうしますああ、わかりました。はいはいはい。うん、はい。はい、そのね、酔っ払ったところの状況までは見といた方が、ワクワクして話聞けるんじゃないいや、だったら見たいっすわ、<laughs> 俺も。<laughs> <laughs> ダメよ。話すモチベーションがないあ、まあ。まあ、このままでいってきますわ。 はい。ということで、はい、皆さん、えー、また来週、テラサウスの話しますんで、楽しみにしておいてくださいはい。